はい、それではお時間になりましたので次の浦部さんのセッションを始めますあのもうこちらプルリクエストも出ているのでご覧になかった方もいらっしゃるかもしれませんが巷で話題のディオプティマイゼーションの実装者による細かな説明になるかと思いますで浦部さん、よろしくお願いしますはい、Thank you, Matsuda-san, and thank you for coming. But before beginning the talk, I highly recommend you to grab that translation receiver because I'd like to speak in Japanese hereafter. The translation team are doing great excellent job, so if you don't have the receiver yet, go grab go grab get one now, right? Is it okay? OK, some people are running. I'll wait a few more. OK, so let's start. <S では、えーと、Ruby の最適化の話を始めたいと思います。はい、浦部です、えーと。初めに軽く自己紹介をさせてください。えーとまあ Ruby がまだバージョン1.8っていうバージョンだった頃からのコミッターでちょっと長らく使わせていただいているっていう感じですね。その昔1.8.5っていうバージョンがあったりとかして1.8.7っていうバージョンまで Ruby、えー、のバージョンをメンテナンスをしていて、まあ、それはすでにって手が離れているという状況です。あと,、えーとまあ、これもすでに僕の手は離れているんですけど、えー、と Ruby スラッシュ Ruby っていう GitHub のレポジトリ皆さんお使いかと思いますがこれを最初に作った人でもあります。 ただその、そういったそのアクティブなところから、ちょっとです、ね、しばらく燃え尽きていて、ここの数年は活動がなかったんですけれども、っ、えー、と今年になってから、マネーフォワードっていう会社で、Ruby の開発を仕事としては働き始めたので、まあ、再びアクティブになっているという感じです。 でこれは去年の Ruby 会議の席上で、マネフォワードの社長の辻が発表したときの写真ですが、去年の時点ではマネフォワードの新しい挑戦として Ruby コミッターを採用するということをアナウンスしていましたで。その結果として採用されたのが僕、自分で、その最初の成果を今日はお出しできればいいかなというふうに思います。でえー、とごくごく簡単に お話を言っておきますと、デオプティイゼーションというのは脱最適化というののお話なんですけれども、脱最適化という機構を実装して Ruby2.4 に組み込みました。これにより実行速度が400倍程度速くなる場合があります。すべてではないけどな。また、えー、と今後他の最適化の抑止が大きく広がっているという話もありますので、その辺もお話できればいいかなと思います。でえー、まず最初にです、ね Ruby、の えー、遅さの話を <laughs> しなければならないんですが、えーまあ、その遅いと言われていますで、えー、まあいやはり遅くないんだよとかいろいろなさまざまな議論があるっていうことはまあ,あの存じ上げているんですけれどもただ少なくとも早い方の言語じゃないっていうふうにはまあ言えるんじゃないかなというふうに思っていて、えー、っとこのスクリーンショットは「えー、ランゲージシュートアウト」とか「ベンチマークゲーム」とか呼ばれているサイトに掲載されている、えー、っと同じプログラムを各言語で作ったらどういうふう,などう,いう,ふうに早いでしょうみたいな話 この黄色いところが Ruby なわけですけれども、えー、下行くほど速いで上,行くほど上行くほど遅いっていうグラフの見方なんですが、まあ、どちらかといえばやっぱりその遅い方がこっち側から数えた方が速いっていうような状況になってるっていうのがまあ現状です。で、えー、となんでなのっていう話に関してはいろいろと言われていて、まあ、GC があるから遅いんだとかあるいは GVL。 があるから遅いんだとか、あるいはダイナミックだから遅いんだとかそういったようなことをさまざま言われているんですけれども今日はそれは違うんだということを言いたい Ruby が遅いのは何でかっていうと最適化されてないからですで、えっと、これは実際にちょっと見づらいんですけど実際に Ruby で1たす2が実行される様子を Ruby のディ s e センブルをしたものですちょっとまあ いろいろごちゃごちゃと書かれていますが、上から、ブットオブジェクト1、ブットオブジェクト2、センドプラスの3段階で実行されているっていうのが、まあ、そういう様子が表示されているんですね。で、1たす2はそういうふうに実行されているんですが、でもですね、そうはいっても1たす2なんて3に決まっているわけですから、本来ならば、複雑なことはせずにブットオブジェクト3っていうふうにやってほしい。やってほしいんだけど、今、そうはなってないっていう感じですね。でそそのの理由についてはそれはれこの 1たす2なんて3に決まってるっていうのが実はまあ誤りで実は足し算は3以外になるようにもまあ最定義できると最低義っていうのはもちろんそのオン・ザ・フライで動的に実行されるししかも影響はまあスレッドなどを超えて対極的に行われていくっていう感じの話があるわけですねなのでえと最低義が行われる可能性のためにはその最適化などせずにまあ毎度のメソッド呼び出しを毎回チェックしていくっていう話になっているっていうのが現状ですとは言うものの えー、最定義っていうのはですねまあそうそうは発生しないんですよ実のところよほどなんかこう邪悪なことをしない限りは普通は1たすには3です普通はでもちろんその最定義は Ruby の機能なので最定義された時は最定義されたように動くべきではありますがだからといってその頑張って最定義する必要があるのかっていう問題はあるわけですその普だからずっともっさりしているっていうのと 最適化がないときはすごく早いけど最適化した途端に極端に1000倍とか遅くなるっていうやつこれどっちがマシなのかっていう疑問が出てくるっていう話ですねそこでデオプティマイゼーションっていうのを導入しようという話になっていきますで導入しているのが脱最適化という機構ですで大まかな動きに関して言うと一旦最低異のことは忘れます で最低義などなかったことにして必要な限りの最適化を行います。でその後もし最適化が最低義な必要な局面が生じしたら最適化した部分を破棄しておもむろにやり直すと。でやり直すっていうのはペナルティですが、まあ、最低義がされない限りは問題ないし、まあ、要は風通は問題ないという話ですね。でこの最適脱最適化っていうテクニックは スモールトークっていう言語の、まあ、県族っていうんですかね、なんか、えーと、バリアントですかね、のセルフっていうやつで初めて提唱されたやつですが、えっ、ー、と、人的なつながりがその後、サ、え、ン、ー、マイクロシステムズさんで、えー、つながっているっていう関係で、Java バーチャルマシーンの 開発の方に発展していって JVM の中ではさまざまに行われていることですしそれからその論文が出ているのでさまざまな言語で実装されていて例えば JRuby や r u b y n i u s にはそれぞれの脱炭的化機構が実装されているので Ruby の場合は Ruby の場合よりもその例えば JRuby とかの方が早いっていうふうになっている大体これのせいですなので今回はこれを CRuby でも実装してみましたで今回の提案ではですね、えーと いくつかの戦略を使っています。まず、脱最適化っていうのは、ジットコンパイルっていうのとあの、ある意味で不可分の関係にもあるんですが、今回はいわゆるネイティブコードへのコンパイルっていうことはしないことにしました。で、えっ、ー、と、バーチャルマシーンのインストラクションのシーケンスを最適化、より最適化されたシーケンスに変換して、VM でそのままそれを実行させるということを行っています。あと、えっ、ーえー、と、ここでパッチって書いてありますけど、 最適化していこうがシーケンスを上書きをするっていうのをやっているという感じです。シーケンスの長さを短くしたり長くしたりとかいうことはしません。で、長くなるようなものはもちろん禁止するし、えー、短くなりそうなら、えっ、ー、となんかこう NOP っていうのは NOP ってやつですけど、NOP っていうインストラクションを追加して、つじつまあ、辻褄を合わせようというのが基本的な考え方です。で、NOP っていうのは、まあ、無駄なインストラクションになるわけですけど、まあ、何もしないやつは早いはず、はずって言って、それを使ってるってい感じ。 で,すね、で、ここからちょっと実装の詳細に入っていくんですが、これは Ruby の内部の様子です。Ruby は、えー、VM のインストラクションは s ストラクト RBISEC コンスタントボディっていう構造体の中から ISECEncoded という名前のポインターで確保されていて、その長さは ISEC サイズです。つまり、えーと、こっちの構造体で持っていて、えー、その中から、えー、なんかこう、べったりした配列の中にシーケンスが入っている。 でそれとは別にプログラムカウンターがあって、えー、こ,のこちら側の中のどこかのバンチを指しています、えー、とプログラムカウンターがどこに保存されているかというとスタックの上などですでここに今回新たにです、ねえー、と2つフィールドが追加されていて、えー、ISEGDEOPTIMISED ていうフィールドそれから後から解説するんですけどもクリエイテ e d a トっていうフィールドが、まあ、2個追加されています DEOPTIMISED はえっ、ー、と i s e エンコーで同単にこうメム CPY でコピペしておくだけという感じでとても簡単に作られているという感じですさて、えーまあ、なんかこの準備が整った後でこう何らか最適化が行ってこっち側のシーケンスとこっち側のシーケンスが変わってしまいましたという感じですでその後にそのさっきの脱最適化をして上の側のやつを破棄するという話でどうするんでしょうという話ですけどとても簡単な話で、まあ、元のようにメム CPY して、えー エンコーデードに上書きをしてしまえばよいっていうのが今回の処理ですでこれがその脱体的化機構の本体の C 関数ですけど実際にわずかこれだけの行数しかありませんでもちろんその処理の本質的な部分はこの MMCP はこれの呼び出しこれだけですでこれの何がいいかっていう話なわけですけれどもまずその C で書かれているので移植性がとても高い ということがあります、はいと。この手のジットコンパイルの話になると、ええでして、そのアセンブラをどういうふうに書くかとかいう話になりがちですが、まあ、今回はそれはないということですね。それから、えー、と先ほどの処理の中で、プログラムカウンターをいじりません。これはまあちょっと大きな特徴で、VM のさまざまな状態が保存されている、変わらないということは、えー、と復元のときに気にかけるべきものが少なくなるということになります、えーと。プログラムカウンターととかを切りかけてしまうと いろんなところに散らばっている VM の状態をそれぞれ直していくっていうのがちょっと大変になってくるってことだけど、今回はそれをやってないっていことですね。それ最後に、えーと、準備をするところは1回だけやっておけば、あとは同じものの使い回しでいいっていう話があって、なので何回も脱最適化が起こり続けるような、つまりその毎回、毎回メソッドが再定義され続けるみたいな極めて邪悪な場合に関しても、セットアップコストが最初だけで良いっていうのがちょっと大きな特徴かなと思います。で その最,低最定義が発生したかどうかっていうのを検出しなきゃいけないんですけども今回は最定義が起こった時にカウントアップしていくカウンターっていうのを導入していますこのカウンターは整数で定数やメソッド定義とかがあとなんだろうなモジュールのインクルードとかが発生するたびにインクリルメントしていくっていうような整数です でちょっと長いので DIF が途中までしか表示されてませんが、まあ、少なくとも分かるのはその新しいスタティックの変数を導入しているというのとなんかアトミックにプラスプラスしていくというのが分かるでもまあこれだけなのですごい簡単な感じですねでこれは実際に脱最適化が行われている箇所ですで重要なのは下半分この DIF のところでこれはどういうことかというとコールメソッドつまりメソッド呼び出しの中でより具体的に言うとこのメソッド呼び出しから戻ってきた直後 に行いますこれは何でかっていうと先ほどのインクリメント,です,ンメントですけれども究極的にはこのなんか CC コールっていうこの部分の中でどっかで発生するんですね発生するときにはなのでここから戻ってきた直後にはカウンターが変わっている可能性があってそこをチェックしているっていうふうになりますで、えっと、チェックしているのはこっちでチェックして変わってたらあのさっきの m c p i のやつが呼ぶよっていう感じ でもう一箇所あって、えー、とこれは VM プッシュフレームっていう関数の中ですけれども、呼びえー、と何をやってるかというと、関数呼び出しのスタックフレームを作っている途中っていうか、一番最初のところですけれども、これはその、大昔に最適化された後と、しばらく放置されていた、何時間も放置されていたようなメソッドがおもむろに再実行されたときに、古いやつが来てると困るっていう話があって、その、ステイルっていうか、えー、実行時に古いやつをはじくっていう意図で、 これれは入れていいるという感じですでこの手法の大きな特徴ですがほぼ追加の負荷がないというところがありましてここまで今言っただけの全然単にオーバーヘッドだけを 実,実装した予備実験の様子がこれなんですけれども、メソッド予備たちが何回も発生していて、今回変更した部分をとても高頻度で実行している場合の速さの比較です。で、無変更の場合として、えー、比べても、まあ、時間確かに遅くなってる、遅くなってるんですけど、実はエラーバーの範囲に収まっていて、オ、えーホバーヘッド全くないとは言いませんが、ほぼないっていう感じです。で、ここまでのまとめです。えー、Ruby にだって最適化機構というのを導入しました。 これの特徴としては、プラグラムカウンターのような VM の状態を変更しないことが挙げられます。その結果として、実は非常に軽量に動くことができるということが分かりました。ふうえー、とまだまだスライドがあるんですけど、はい。では、えっ、ー、と、以上のお膳立てが整ったので、最適化を行えるようになりました。先に、さっき言ったその状態を変更しないっていう。 変更を満たし制約を満たしながらでもこのような種類の最適化は実行することができるよっていう話があってそれを実施しています上に書いてあるのはまずメソッド呼び出しを省略するっていうやつそれから定数を畳み込むっていうやつそれと変数の削減っていうものですでこれらは実装してるんでそれぞれ見ていきたいというふうに思いますえっと一番簡単なので定数の畳み込みから 見ていいいきたいと思いますこれは、えー、と実際に最適化が行われたときに、えー、シーケンスがどのように変わっていくかっていうのが DIF で見えてます。で、えー、なんか4種類ぐらい、ゲットインラインキャッシュ、ゲットコンスタント、セットインラインキャッシュとかなんか書いてあるのが全部、えー、プットオブジェクトっていう一個のやつと、この辺にダーッとノップが入ってるっていう感じに変わってますね。で、ノップにはもちろん意味がないんですが、えー、とこのこ,この部分、 リフが終わった後のハンクの差分をなくす、サイズを調整するっていうために、まあ、ノップは入れているという感じです。なので本質的にはこの,この辺の減ってるやつが1個のプットオブジェクトっていうシーケンスに変わったっていうふうに思ってください。で、えーと、Ruby レベルの定数っていうのは実はそのこのゲットインラインキャッシュっていうのがあることからもお分かりの通りに、これ実装最適化簡単ですでに実行中にキャッシュされてるんですね、実は。 で、キャッシュがあるので、それキャッシュ取り出して、いきなりあのインストラクションシーケンスを切り替えればいいじゃんっていう簡単な方針によって実は変換されています。えー、これ実装部分ですが、えっ、ー、と、このゲットインラインキャッシュの中で実は変更が入っていて、えー、この複雑な条件式はそのキャッシュがヒットしたらの条件式ですけど、キャッシュがヒットしたときにもともとはなんか こういう処理があったんですが、そこにちょっと加わって ISEC コンストフォールドってやつを追加しているという感じですね。この関数の中身はこいつです。えー、大変に短くて、要はメム CPY っていうやつで、えーと、このワイ t p ウトパターンっていうやつをフィルして、その後に個に中にこうなっていると。で ワイプアウトパターンっていうのはそのノップ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 ってやつなのでえっとまず1回対象のところを全部ノップでフィルした後にえっと最後にプットオブジェクトでとその値を最初の2ワードに突っ込むというような処理ですとても簡単ですでこれの応用で実は1たす2の最適化も可能になっていますこのリフで生成されている生成後のこっちの側のシーケンスがさっきの定数のやつと全く同じなのでえっとここで処理が共通化できていて まあ応用ででできててるって感じですねこの実装はちょっとやっぱりリフが長いので字、えー、面が小さくて見づらいかもしれませんが、えー、とさっきはキャッシュされてる値を使うっていう話でしたけど今回は、えー、このオプとプラスの中で、えー、実際に計算した結果を使って最適化をかえるというような流れになっています、えー、とスライドには書いてませんけどプラス以外もまあ指則演算などは同様の感じで最適化していくことができるのでやっているよっていう感じです はい、定数畳み込み込はそこまでで、ね、次に、線、え、頭、ー、の最適化について見ていきます。でこれこの,元々の例では、えー、とセルフの M っていうメソッドを呼んでいるっていう感じですね。でその結果を使わずにすぐになんかこう捨てちゃってる、戻り値を捨てちゃってるっていう話ですねで、えー。最適化したときはもうそれはいらないと思って全部ノープに切り替えてしまってるよっていう感じの最適化になっています。 でただですねこういうことは、えー、変換が常には可能とは限らないって感じメソッドの呼び方とかメソッド自身の特徴によって可能か不能かが決まりますそこで今回はメソッド自身の特徴として最適化可能の場合にはそのメソッドはピュアだというふうにまあ言うことにしましょうって感じですねえっ、ー、とこれはあの単,単に決めの問題ですけども、えー、最適化可能っぽいメソッドのことをピュアって呼ぶことにするとで それってどういうことなんですか、具体的にはっていう話なんですけれども、えーと、まずローカル変数以外にアクセスするようなメソッドはピュアではない。ブロックを呼ぶような変数もそう、まあ、同様ですね。それから、えーと、Ruby で書かれてないっていうのは具体的に言うと C ですけれども、こういったようなものは、えー、もちろんピュアであることもあるんですが、ちょっと Ruby の側から判定不能ですので、今回は一律にピュアではないというふうに倒すと。それと、えーとまあ、ピュアじゃない他のメソッドを呼んでいるようなもの。 メソッドは自分自身もピュアではないと。こういったような判定になっています。で、わかりづらいと思うので、えーと、ピュアではないメソッドの例を出すと、えー、このおっと、左上ですね、これはそのローカルではない変数へのアクセスがあります。だからだめっていうことですね。それから、えー、とこのメソッドに関して言うと、えー、C で実装されたタイムドとなるってやつを呼んでいるから、これは判定できないということです。 でえー、これに関して言うと、えー、イーズしているブロックを読んでいるのでブロックの中身によってはダメだからダメっていう感じですねそれからこの右下のやつはそうは見えないかもしれないんですけども内部的に、えー、と実は C 関数を読んで生成されているっていう話なのでこういうのも実はダメそれからもちろんこの RBDefine メソッドみたいになってるやつっていうのもこれも当然 NG という感じですでじゃあこなんか結構たくさんあって大体全部ダメなのではって思うと実は OK なやつも多少はあってですねこう 例えばもちろんそのある程度規模のある規模のあるっていうにはちっちゃいけど極小ではないものを出しているのでもっと小さいものは当然あるって感じですけどもまあでもこの程度の長さのやつでも OK なやつは OK ですよって感じですねえっ、ー、とこのこっち側の例で言うとこれはその最近、えー、とある某他の言語で炎上したいっていう有名にったリフトパッドっていうやつの実装でえっ、ー、と文字列の左側に空白とかなんかこう文字列を挿入するっていうような アルゴリズムあるいは、えっと、こっち側のやつはなんかこう数値系のメソッドっぽいんですけど、これ、あのライプニッツの公式と呼ばれるやつで、えー、実行すると実は円周率がまとまってくるんですが、そういったようなものですね。こういった、えー、とこ,この程度のものは、えー、全部シ、えートがなくて、全部引数が循環性になっていて、ピュアだねっていうふうに言えることができます。ただですね、ここで注意しないといけないのは、 メソッドがピュアかピュアでないかっていうのは実はそのちょっと自体が単純に言い過ぎていてえと決まらないっていう第三の状態がまあ実はあると。で例えばですねその呼び出そうとしたメソッドが見つからなくってファイメ,ソッドメソッドミッシングになる場合など考えていただくとそのメソッドが最終的にこう副作用を持たないかどうかっていうのはですね字面を見ただけでは実は分かんないんですよ読んでみないと分かんないと。 とい、ね、なので、えー、とメソッドのピュリティというかピュアさかどうかの判定は、えー、実は実行中にオン・ザ・フライで行われるというふうに今回はしました要するにその全てのメソッドは生成された瞬間には初期状態としては、えー、見てピュアかどうかよくわからないというふうに設定しておきますそれから、えー、メソッドが実行されるに従って え徐々にそのこの辺は大丈夫とこの辺はだめみたいなのが決まっていってでメソッド全体のピュアさが決まったらこのメソッドはピュアでしたそうではないでしたみたいな話が確定してそれが情報が呼び出し元に伝播されて呼び出し元のメソッドのピュアさに変影響を与えるみたいな感じに作ってありますでこの時どこに表示保存しているのかって話なんですけどもこれあのさっきと同じリーフなんですがここにですね えっと、コールキャッシュっていうのが、まあ、実は見えています。で、このメソッドは実は、えー、とまずは最初は1回は普通に呼ぶ。ちょっとよくわかんないから1回普通に呼んでみると。で、呼んだ結果としてピュアが確定した場合は、ここのコールキャッシュっていうやつの中にそれを保存しておいて、後にそれを使って最適化する。もちろん、ピュアじゃないってことが確定したら、これはもちろん最適化しないっていうことをしています。で、えっと、これはコールキャッシュのピュリティを判定している部分ですけれども、 えとまあ、ちょっと長いんだけどななんかこうメソッドミッシングの場合とか Ruby で書かれてない場合とかいくつかの条件分岐をして最終的にはキャッシュの中の情報っていうのをここで取得しているといったような感じですね。で、えー、と今の関数を読んでるところはここで、えー、と,とりあえずセン,のような関数センドのようなインストラクションの、えー、ピュアさを判定してるときにその TCC を読んでるっていう感じです。でセンド一種っていうのは何ていうんですかいくつかの似たようなセンドっぽい やつがあるからっていう感じですねで、えー、とかつそのフォードで回しているのはいくつかのコールキャッシュが取ることがありえるので、まあね、そういうふうにしているっていう感じですけれども全体として、えー、とごく一般的な話としてはセンドの中でコールキャッシュを見て判定していますよっていう感じですでさてえっ、ー、とまあちょっとそのこのようにしてメソッドの,そのピュアサーを判定することができるっていうまあことにしましょうでもそれだけでは実は最適化可能とは限らなくて えとメソッド自身がピュアなメソッドかどうかと呼び出され方かどうかの両方を考慮しないといけないんですね呼び出され方にも影響されますメソッドの戻り値が何らかの形で使われているような場合っていうのは実はスキップはできないですねなので、えー、と呼び出しのメソッドの呼び出し時にはメソッドのピュアさをチェックはするけれども実際には最適化はしないというのが今回の戦略ですで、えー、と最適化は戻り値を捨てているインストラクションの方で実行する これ捨ててるんだからもういらないでしょっていう感じで、もぐろにその前のところのインストラクションも変更するということをしています。これが実際に元位置を捨てている AdjustStack っていうインストラクションの実装ですけれども、なんかすごい超たくさん DIF が追加されているように見えますが、実態としてはこの一番最後の行だけなんで、あまりビビらないでください。で、その中身はこれなんですけれども、一見してそのさっきの ISEC コンストフォールドっていうさっき見せた関数とちょっともう とててもよよく似ているんですよねその m CPY でノップを埋めた後と、このノップノップノップですよね。で、あとアーク C っていうのが0でなければ、えー、先頭の2ワードをなんか書いてますって感じ。で、先頭の2ワードを書く場合っていうのは実は出てないんですけど、これは忘れがちなんですが、メソッド引数,引数が来ることがあるんだよね。で、引数そのものにはそれぞれに、それはそれで副作用がありえるので、引数の評価は実はそれは省略できないよっていう話があると。なので えとこ,の場合でこのリフの場合で言うと、引き数に副作用があって、引き数の評価はなくせないというところです。しかし、その、えー、と引き数を評価した後のこのメソッド本体は省略できるという、そういう例になっています。えー、とこれ、今、引き数が1個あって、えー、m っていうメソッドを n っていう引き数で呼んでるんだけど、こっちの n っていうメソッドは省略できない。m っていうメソッドは省略できるという場合。 そういうときには、えっ、ー、と、さっきのたいにノップノップノップじゃなくて、えー、スタックがぶっ壊れないように調整をする必要があって、それがさっきのやつですね。で、ここまでやって、えっ、ー、と、消せるメソッドを呼び出しは消せるっていうのが実装できたという話です。で、えっ、ー、と、話が変わって変数の代入の最適化ですね。これ、どういう話かっていうと、こんな感じで、その、セットローカルっていうインストラクションをなくすっていう、ような最適化。これをやっていきますよっていう話。 ですね、でこれちょっと実装がちょっとですね280行ぐらいあって <laughs> 超大変なので実はちょっとコードは表示しないんですけど、えー、と方針としてはですね変数の代入をなくしていいかっていうのは実は厳密に判定するっていうのはそこまで容易な話ではないです。 えっと変数がどこまで生き延びているかをちゃんと見極める必要があってえまあそのライブネスアナライシスとかえと変数生存性解析とか呼ばれるような話になります。なので今回は厳密なものをやるっていうのはちょっとちょっと諦めてですねあからさまに不要なやつを消しましょうっていうやつをとりあえず実装してみましたと。で今回は変数に代入するけど1回も取り出されない場合っていうのをやります。 1、えー、一回も使われてないんだからこれはあか,らあからさまに問題ないので変数じゃなくしてもいいよねっていう話ただちょっとそのそれでもまだ注意点があってそのピュアではないメソッドを呼び出しているっていう場合ですねえっ、ー、と関数の中でピュア関数で、ね、ごめんなさいメソッドの中でピュアではないメソッドを他にのようッ人を呼び出しているっていう場合 そのピュアではないメソッドの中から、えー、とホーラーのバインディングを取り出してローカル変数にアクセスするっていうですね、えー、と今朝もなんかそういう話がありましたけど非常にそういう邪悪なことができてしまってそれをやられるとローカル変数は実は最適化できなくなってしまうとなので、えー、そういったようなものを弾くために今回は対象としては、えー、ピュアなメソッドであると判定されたやつのみに限っていますピュアなメソッドであれば変数は消しても大丈夫というふうに思っているあとは、えーとですね、変数っていうのは実はブロックの中から えと外の変数を参照することができるんですね。なので、えー、とネストしたブロックの超深いところでローカル変数を見てないかっていうのを上の方にどん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 たどっていってチェックするっていうのもまあやらなきゃいけないんでやりましたという感じです。で、えーとまあ、さっきも言った通り、そり、もうちょっと厳密なことを言うと、今回よりも実はもっと減らせる変数っていうのはある,あると思います。ただちょっとその オンザフライでやるのは難しいので、今回はやってない、ちょっとスキップさせていただきましたっていう感じです。で、えっと、ここまでのまとめです。えー、いくつかの最適化を実装しました。えー、これ、あの、この会場に多分たくさんおられるコンパイラーさんの人ならお分かりかと思いますが、とても基本的なことばかりで、えー、全然複雑なことはやってなくって、肩すかしみたいな感じです。で、あと、これまでの最適化は全部動意的に行われます。それまで、えーと、で、 これまでその例えば例外の話とかを全然していないのもしかしたらお気づきかもしれませんがそういった例外とかいったものと影響し合わないように設計をしています。あと今回その提案した以外にもいろいろまだ行われる最適化はあるはずで、えー、サブエクスプレッションエリミネーションなどとは可能なはずではあるのでまだまだ他にもやることがあるなといったような感じのところです。はい ごめんね、<laughs> この最適化でどのぐらい高速化したかっていうののベンチマークをしてみました。で、えっ、ー、と、今日も午前中にベンチマークの発表とかもあったので、実は、うん、僕のベンチマークはいい加減だなとか思いながら聞いてたんですけど、対象は Ruby のソースコードに標準でついてくるメイクベンチマークっていうやつですね。で、えっ、ー、と、あれです、実は p r o x l e c p u にフォってやつが Intel 高圧利用 GPU とか書いてあって、えっ、ー、と、すごい古い CPU なので、 あの最近のコアでやるとまた違った結果とかが出るかもしれないというのはご了承いただきたいんですが、まあ、少なくとも手元ではこうなったよっていう感じですねで全てのベンチマークは、えー、っと7回取って平均を見ましたっていう感じですでこのグラフは全てのベンチマークの結果の一覧ですえー、っと一番よよよここにどんなベンチマークをやったかっていうのが書いてあって1.0倍っていうのが、えー、スピードアップの比なので 遠速だから同じスピードだと1.0倍になりますで 0. 何倍とかだと遅いし 10. 何倍とかだと速いっていう感じですでこうやって一覧すると大体のベンチマークはまあ大体同じかかすかに遅いとかそんな感じですねあんま変わらんっていうのが正直の印象です一方で高速になっている場合だとなんかこの100倍ってやつを突き抜けてるやつとかもあって、えー、なかなか速いっていうやつが、まあ、あるっちゃあるなっていう感じの方が見えるかなっていう感じです でもうちょっと詳細に見ていきますと、えー、これはその高速化した場合のベンチマークのやつですね、えー、と下側は実行時間になっていて日じゃないのでちょっと申し訳ないんですけれども、えー、と実行時間がもともとこんくらいかかっていたやつが、えー、僕らが実装するとこのくらいまで再きかされましたねっていう,ような感じで、えー、まあよくあ聞いてる聞いてるっていう感じ。でもうちょっととよく見るとです、ね、実はこの ある程度同じような感じの実行時間になってる組がいくつかあってこれはその最適化した結果そのプログラムが実は同じようなシーケンスに最適化してしまいましたっていうやつですねなので元々はえっ、ー、とはベンチマークとしては、えー、違ったような結果を意図していたものが、えー最終えー、僕らの最適化をすることで同じシーケンスになって同じ速さになってるっていうのが、まあ、いくらかあるねっていうのが観測されています。 わずかなながら遅くなったベンチマークというのも実はありますでこの中で特に注目すべきなのはこの v m 2 e v a ってやつで、えー、とこれ、まあ、こちょっとなんか遅くなってるわけですけどこれその e v a ルってそのさっき言ってた邪悪な邪悪なっていう邪悪なやつなわけですけどこの実際の脱最適化によるオーバーヘッドっていうのを多分示していると思っていてこの種の機構としてはまあ小さいんじゃないかなっていうのが僕の雰囲気フィーリングとしてはあります、えー、と多分、e、が 例えば100倍遅くなっても構わないとかそういう世界だと思うのでなんかこんな何パーセントしか遅くなってないっていうのはすごい早いなっていう方向だと思います。えー、とまあイバル以外にも実は遅くなってるやつが結構あって、えー、と特に遅いのはこうなんかこれねブロックとか関係してるやつ。で これはさっき言ったんですけどローカル変数を解析するときにブロックの奥の方まで探索をしに行かなければならないっていう話があるんですけどもそういったところでちょっとその解析が重くなっているのがオーバーヘッドに響いているのかなっていうふうに思っています。 ただそのローカル変数の最適化は効かなかったかっていうとそんなことはなくて効くときは効いていて大きな処理を丸ごとスキップできるっていう可能性をすごく秘めていると。で今回もベンチマークの中で最も高速化を達成したベンチマークっていうのは全てローカル変数をスキップしたからっていう理由でした。えっ、ー、と例えばこの VM1GC ってやったら GC って書いてあるけど実際には GC よりもそもそもオブジェクトを生成しなくなったから速くなったという感じだしえっ、ー、とまあアレイとかもそうそんな感じです。 でえー、と最後に再び全体像をちょっとお見せしますが、えー、速くなったものはすごく速くなりましたで遅くなったものはあんまり遅くなっていないっていうのが、まあ、言えるんじゃないかなっていうふうに思います例えば100倍速くなったやつはありますが100倍遅くなったやつはないといったような感じかなというふうに思いますまとめですベンチマークの全体としては大体同じぐらいのパフォーマンスと言えるのではないかなと思いますしかしながら遅く、えー、速くなっているものに関してはその効果は絶大 かつ遅くなっているものに関しては、まあさほどでもないかなという感じと思います。というわけでまとめですが、えー、脱最適化機構を実装することによって、実行速度を、まあ、実際は最,最大で400倍ぐらいほどに高速化しました。また、他の最適化手法を適用する余地っていうのが、まあ先ほども言った通り、生んでいるっていうのも、まあポイントかなと思います。時間が。 あるからちょっと言うけど、他の最適化手法としては、例えば共通部分式の削減とかやってないんですけど、これはできると思っていて、削減方向なので、えー、と決してノップで埋めるっていうさっきと同じことが実はできると思っています。それから、えー、と変数の生存性解析、あとエスケープの解析等はもうちょっと時間をかけてやることは実は可能だろうと思っています。あと、今回は、えー、その VM の正体を変更しないっていう制限があったわけですけれども、 こ,れのこの制限を緩和することでより多くの最適化が可能になるというふうに思います。はい、というわけでありがとうございました、えーっと。いくつか質問を受ける時間があると思いますので、えー、質問を受けたいいと思います、はい、5分ほどありますので皆様たくさんあるかと思いますが特に前の方の方々ご質問どうぞ。はい ありがとうございます。とても面白い話でした。えっとさっきあのちょっと出てきた邪悪な邪悪なの、えっとコーラを取ってえっとうん、うん、ワインデングでっていうやつって。それこそそういうのがでほとんどやらないと思うんで、そういう時にでオプティマイズした方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、そういうプランはありますか？はえっと呼び出し。先のどこかのところで邪悪なことが行われたら。 えと辿っっっててていうことですよね、うん、それは多分可能だと思うんですけれども今だと,、えーと,悪えー、とわざわざコールスタックを辿っていくことはしなくってそのまま実行に任せていて処理が戻ってきたらやるっていう感じになっています。えー、と実行中に何か関数呼び出した時っていうのは必ず戻ってくるはずだから戻ってきた時にチェックすればその呼び出した循環じゃなくても平気じゃんっていうふうな基本的な発想でした。 ななだろうか <laughs> 難しいです。エリック。質問は、えっと、メソッドがピュアかどうかを判定する方法が Ruby から用意されていますかっていう話で、あイエスあはい、答えははい。えっと、デバッグ用に必要だったので作りました。ただ、えっと、さっきも言った通り、ピュアかどうかは、えー 実行中に判定されるのでその時その時で答えは変わってきますでもそれでもよければメソッドは作ってありますいいですか、はい、えっとな実行中のあのコピーして保存して書き戻すっていう種類が入ったと思うんですけどもそうするとメモリの使用量は増えるんでしょうか増えるとしたらどれぐらい増えてますか はい、えっと、メモリの使用量は増えていると思いますが、えっと、今のところ、ごめんなさい、まだ評価をしていません。ただ、えっと、少なくとも、これでさえっと、減ってるはずはないので、多少は増えていると思います。ありがとうございます。えっと、今の、まあ、メモリの使用量の話で、えっと、今って、まだマイクロベンチマークぐらい。しか動かして、もうちょっと大きいものに対して、その。 デオプティマイゼーションが必要になった時にどれだけ速度の低下が起こるとかっていうそういうふうな評価っていうのは評価なり予想なりっていうのはどうでしょう,う、ね、えっ、ー、と今のところまだあんまりできてないです。えっ、ー、とまあベンチマークの実はこの辺はちょっとやや大きいアプリケーションなんですけどもあんま変わってないなっていう感じではあるんですがもうちょっと大きいその なんだろうな実際のレイルズアプリケーションとかをまだ動かしていないのでそういうところでどういうふうにパフォーマンスにインパクトがあるのかっていうのはもうちょっと評価する必要があると思っています特にまあ大きいもので定期的にデオプティマイゼーションが必要になってくるとそれのコストっていうのがどのぐらいでかいのかっていうのは非常に気になるところです。かか、えっと、デオ,オプティマイゼーションとか あのオプティマイゼーションの方とか、あと、まあ、コーラーのキャッシュとか、えー、追加されたと思うので、今まで書き換わんなかったところが結構か書き換わるようになって、あのフォークしたときのコピーオンライトとかにだいぶ影響出そうだなという気はするんですけど、その辺何か考慮はありますでしょうかなるほど、フォークのことは確かに頭になかったけど、それはあるかもしれませんね。えー、とそそううですね実際にのの辺っていうのは まあどの ZIT コンパイルでも大体同じような話はあると思うんですが温まってからフォークすれば平気みたいな話は多分あるとは思いますただでもそれって実際的じゃないかもしれないですね最適化後の方の効能が長くなるっていうパターンもあると思うんですけどそれに対するコピーの仕組みっていうのは考えられてるんでしょうか えっと、そうですねまだ具体的に考えているわけではないんですが最適化した後にシーケンスが長くなるっていうのは今の仕組みではできないので、えっと、なんとか考えていかないといけないですね。で、えっと、例えばですけど、えー、シーケンスが長くなった場合に元に戻すときにプログラムカウンターをどのように、えっと、元に戻していくのかっていうマップを持っているとかですねそういったようなことをすると多分可能になるだろうなというふうには思っていいますはい、ありがとうございます。 1たす2が3に最適化できるっていうお話だったんですけども、えっと、インテジャーのプラスがピュアであるっていうのは、どういうルールで導かれるんでしょうかあ、えっと、実は、その指則演算に関しては特別扱いされていて、えっと、Ruby の中で、今でもすでに四則演算は普通のメソッド呼び出しじゃなくて、ちょっと特別に判定をしている部分があります。なので、そこでちょっと判定を使っているっていう感じですすす文文字字列列ののププララススもも同同じじででかはいいありがとうございます。 Yes. Great talk. Oh, uh, thank you. So one thing that I would say is that this looks like it actually has the opportunity to also help other JIT compilers by providing hooks that let us actually detect when these kinds of events happen. You know, the version number is going to be great for you know a JIT compiler built on top of this over and above. Um, just a you know point is that with adjusting the program counter. Uh, it would be nice if we could walk the stack and adjust the program counter for all the frames associated with the method. Um, so, something we had talked about a long time ago was actually building a stack walker um, that lets you sort of have a callback that hits on every frame. Yeah. Uh, a, and that'll a provide. Sorry. As a different thread or something? You, ah, oh, sorry. <laughs> uh, does the stack, stack walker runs on a different thread or on the main thread? Uh, it depends on what you mm -hmm. want to accomplish, um, okay. but in the case of deoptimization, mm -hmm. you'd want it to happen at a point where you know you can control all of the thread stacks, yes. but you know you just sort of call arbitrary functions uh, associated with each frame. Yes. And so in your case, you, this would allow you to essentially say, you know, I grew the ic by mm -hmm. eight bytes, so when I do a deopt, I need to move my program counter back by eight bytes at this yes, point. Yes, yes. and JIT could then use the same thing to do a similar thing for jitted frames where we、mm hmm. could do the same thing. <Okay. S 1> Just a thought. Thank you. はい <laughs>、えっと、なんだ、これって僕が訳すの難しいんですが。僕らの中では話がまとまったので多分大丈夫だと思います。<laughs> <laughs> いいですか。あの、<laughs> ローカル変数でライトを しかしてない変数ってそもそもいらないので本番コードからは除外したいんですけれど、うん、警告出してもらったりとかっていうのを考えられてますかあなるほどでもさっきもあの申し上げた通り、えー、とおり実は E バルの中で使ってるとかっていう可能性もまあ実はあるわけですよ<ー>なので、えー、と完全になくすっていうのはあんまり簡単じゃなくて、えー、と使われることが見えたら元に戻すみたいなのが多分必要だと思うだから まあ警告出すだけならいいかもしれないですね。警告出すだけならやってみるのが価値はあるかもしれないです。ありがとうございます。あの警告だけだったらあのハイフン W であもう出てる出るのではいはいお試しにありがとうございます。<laughs> 他にご質問ありませんか Any other q u e s t i o n じゃあ3時過ぎてるから終わりますかはい、じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。